熊木さん。あ、どうもお久しぶりです、はい、久しぶりです。お久しぶりです。どれぐらいぶりかね。まあ、だいたい1年弱ぐらいだと思います。そうだよね。前は結構盛り上がったよね、はい、覚えてる覚えてる、うん、あ、ありがとうございます。謝りたいことっていうのはどういうことなのよ。うん、すごかったじゃん、うん、あのですね、ちょっと、うん、リモートっていうのもあってバレないだろうっていうことで、うん、カンニングをしてました。ん？ え、どういうこと？カンニングってどういうこと？カンペを、うん、カメラの横に置いて、うん、聞いたらそれ見て答えるっていうのをやってました。あ、それはちょっとこっちまさかの内容だった謝罪の。それでなんでわざわざ自習してこようと思ったのよ。あのですね、 YouTube にちょっと動画上げてもらったんですけど、うん、コメントの方で、うん、あの秒数まで指定して、うん、あ、ここ見てる、あ、ズルしてるみたいな。へえ、そういう指摘をしてきた人がいたんだ。そうですね。まあそう、まあ、うん、一番不愉快な思いしてんのはやっぱり楽しみにオドぜひ見てる人たちだろうね。コメント欄書いた人たち、うん、一回オフィシャルで謝罪した方がいいかもしれない。そうですね、ちょっとこの場を借りて、うん、ちょっとカンニングという、うん、極悪非道な手を使ってしまい、うん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 、申し訳ありませんでした。なるほどなるほど。うん、まあこれはまあ許してくれるかどうかはね、やっぱりわからないですけれども、まあうちの番組としてはですね、熊木デキンということでこれから対応させていただこうかなと思います。ちょっとできればスタジオ行きたかったんですけど、今回ちょっとリベンジさせていただいてもいいですか。はい、それはどういうことなの。まあ、僕結構コメントで叩かれたんですけど、うん、結構落ち込まないタイプで、うんうん、なるほど、元気になる言葉を、うん、結構みんなにかけるのも得意なんで、うん、なるほどなるほど。今回はその前と同じルールで元気が出たり励ましたりするバージョンをやりたいなって思ってます。あ、それをあのカンニングなしでっていうことで見本見して一回、うん、無ですね、うんうん、無理せずちょっとずつやっていこう。あー、そういうことね。あなるへそ、うまい。あ、励ますね。励ますのうまいね、確かに、ね、へこんでたりして、ね、無理せずちょっとずつやっていこう。じゃあ春日さん、うん、はい、弾いてくれ。リリ、うん、リクエストしたいもんだよね。どうだ、なんかどうだ、でもいいよ、どうだ、ポジティブな感じはしないかな。この回答をリクエストしたいですけどね。検証しなくていいよ。いや、その、いや前後の会話ちょっと聞かせてよ、流れでその励ましが出る前後がないとちょっとなんかね、どういう会話でそうなるの。だから失敗してるわけだから、うん、いや、俺さっきのあのね、あのコメント、うん、ちょっと失敗しちゃったなーって、うん、いやそんなことないよ、うん、いや俺今のところあのコメントなしだったと思うけどな、リクエストしたいもんだね。おかしいだろ。